どうも影山です。今日はですね、やることは徐々に増やしていくっていうことについてお話ししたいと思います。えー、何かをね成し遂げたいとか何かをやりたいと思った時きに、えー、行動を起こすと思うんですけども、でその何かを成し遂げたいためにね。 毎日こう積み上げることとか続けることがあると思うんですけども、えー、そのことはそのやるその毎日の積み上げとかでやることっていうのはねあのー、徐々にね、えー、増やしていく形をとっていった方がいいと思います。 えー、僕は、まあ、以前なんですけど僕は結構欲張りなんでねいろんなことをやりたいと思うんですよね。でいろんなことをこうやって覚えていきたいとかいろいろあるんですけどもそれをするためにですね予定をたくさんこう入れるんですね。で毎日こんな句をやってこれだけやったらこれぐらいできるやろうと思ってそのやることを増やしてやると全てが中途半端になってしまってですね結局途中でやめてしまう。 ほんで結局続かなくてやめてしまって結局何も成し遂げられていないという状態になることがあったんでですねえそういうことを無理してするんではなくてですねあの徐々に増やしていくっていくとうことですねだから自分がもうほぼ完璧にできるぐらいの予定を立てるんですね。毎日のね予定をを立ててそれをやって ってこなしていくうちに、ね、だんだんと、ね、効率が良くなってだんだんそのスピードも上がっていってそしたら時間にこう余裕が生まれるというか余白がで出てくるんですね。で余白が出てきたところに次の、えー、やりたいことをプラスしていくそれで続けていくことにプラスそれを加えていくことによってですね、えー、それができるようになるということですね。だかからら時間がが余裕ができるようになってから 新しいことをやるんですよねでその新しいことっていうのは自分がやりたいことの、えー、優先順位で、えー、優先順位の高いもんからやっていくということでやっていくんです。よねもう いろんなことをやりたいという気持ちは僕もよく分かるんですけどもそこでいろいろやってしまうと最初のまあ1週間ぐらいできたとしてもやっぱ続かないことがあると思うんですね。でそうやって続けることによってね、えー、結果、えー、良い結果が出るのはいつになるか分かんないんですけどもそうやって続けることが、えー、良い結果を生むと思うんで、えー、続けることはするべきなんですけどもそのやることに関しては徐々に増やしていくと。えー、僕も今は、ね、そういういいにしていてっ 1> 1日のやることがね、えー、以前とは比べ物にならないぐらいできる量が増えましたねそれでまだ結果が出てないことがほとんどというか多いんですけども、えー、続けることはできているんであとはクオリティを上げていって改善してっていうことをやっていけばいいっていう次のねレーステップになっている形になってるんですけどもだからですね、えー、そのやりたいことを、 ま,まず最初は1つ絞るぐらいでねで1つからこう派生して次のやつ次のやつってやるんですけど一気にやるんじゃなくてちょっとずつ徐々に1個ずつ増やしていってやっていくということそういう順番を、えー、ステップを踏んでいっていただきたいなと思いますそうすることによってねしっかり時間に余裕は生まれるんでね是非、あのー、そういう形をとっていただきたいかなと思いますその方がですね、あのー、実力はつきやすいと思います。 ということで今日は、えー、徐々に増やしていくということですねやることを徐々に増やしていくっていうことについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございました